私はそういう人ってすごい素敵だなって思ってて、自分がやっぱ人って結構ないものねだりっていう感じだと思うんで、私は本当にサッカーにしかあんまり興味がなくって、なんか他にものに対してあんまりこう強くサッカー以上のこう、あ、これやってみたい、あれやってみたいっていうのがあんまりなくって、だからこういろんなものに、あ、これもやってみたいな、あれもやってみたいなっていう人がいると、まあ、すごいなって思うことが本当によくあるのね。だから、別にやりたいことって別に絞ることあるのかなってよく思うんだけど、なんか別に、まあ確かに時間は限られてるし、だけど別に時間が、まあ本当に多分そういう人って足りないのかなって、そういうエネルギッシュな人見てると思うんだけど、例えば別に、まあ何か、たっぷりやり、なんか、まあ何個も何個もやりたいことがあったとしても、まあ一個ずつ、なんか一番興味があるものから多分手っ取り早くこうやってみる。そうすると、なんかもしかしたらそれが本当にすごいハマっちゃって、他のことをこうやらなくてもいいぐらい、もしかしたらこうハマっちゃうかもしれないし、やってみたら意外にあれ、あんまりだったかな、みたいな。そしてじゃあ次行けばいいかっていうぐらいな感じで、まあ、さっきも言ったみたいに、まずやってみる、ちょっとやってみるとか、なんかよくなんかかじるっていうか、ちょっとかじってみるとか、で、あんまりこういいように聞こえないけど、なんか別に私は興味があるんだったら、かじって、別に、まあ、そこにもし人が関わるんだったら、やっぱりそこは責任は持たなきゃいけない。例えば人と関わって、かじって終わり、じゃあもうさよならっていうのは、もちろんそれは良くはないと思うけど、まず一個やってみて、面白いのか、自分が興味がもっと湧くのか、それともあれ、いまいちだったなって思うのか、なんかそういう感じで、こう、まずちょっと踏み入れてみるっていうのは、がいいんじゃないかなと思います。よくじゃないな、本田圭佑選手が、前に言ってたのが、なんかこう、日本は、こう、一個のものを、こう、貫き通す。っていうのがなんかこういいっていう感じにやっぱ思われてるけど、別に二足のわらじ三足のわらじを別に何のも別にいいと思うのね。だけどそこまあ多分本田さんの場合はサッカーやって、監督業もやって、ビジネスもやってとかいろいろ多分してると思うんだけど、多分すべて本気でやってるし、すべてちゃんと責任を持ってやってる。全部こう、中途半端にはしないというか、多分そこは、多分本田さんが自分で決めて、自分で決断して、責任を持ってやってるから、なんかこう、中途半端じゃないというか、やるんだったら、やっぱ始めるってことは、やっぱ中途半端にはできないかな。まあ、さっきやめてもいいっていうのは、始めるときの決断が、強いからやめるときも、例えば人に迷惑かけたときには、それだけのやっぱり責任を負わないといけない。だから、なんて言うんだろう。今言ってたみたいに、一個のことをやり始めました。で、これが本当に好きだって思ってやってたけど、うわ、こっちも面白そうってなったときに、例えば、今やってたものが、人にもう任せっきりとか、じゃあ次のとこにもし行きたいんだったら、ま、その今やってることがおろそかになっちゃうんだったら、次の人にじゃあ引き継ぐとかをちゃんとするとか、で本当に2個同時にやるんだったら、別に2個自分が同時に同じぐらいの熱量でやればいいと思うし、それが3つになっても4つになっても同じだと思う。だけど確かに時間は限られてるし、体は一つしかないし、やれることは多分限られてるとは思うけど、別に何個やってもいいし、多分制限は別にない。だけど、一個のものに対して責任はあるっていうのは自分の中で持っとけば、じゃあ次興味持ったものに行くときに、これはどう、今やってるものはどうなるかなっていうのを考えて行動するっていうのは、すごく大事なんじゃないかなと思います。